こちら安丸の塩麺を使ってる。ガチ勝負レースにならないんですよ。感想ですか？負ける気がしないですね。梅干しみたいな顔しやがって。マサルです。マサルです。はい、久しぶりの YouTube 出ますよ、僕も、はい、今日は企画を持ってきました。はい、ありがとうございます。はい、こちら安丸の塩麺を使ってガチ勝負、インスタントラーメンをうまくアレンジできるのはどっちだ。僕は思いました。もうなめんなよと。ラーメン屋5年やってますから、店長。そうですよね。もうはっきり言わせてもらいます。レースにならないんですよ。レースにならないんですよ。もう結果見えてます。まあただもう僕も男なんで土台には乗りますよ。舞台には立つんですね。土台は舞台だった。土俵とかやるんですか？土俵、はい、先行後攻どうしますか？じゃんけんでいきましょうか。じゃあちょっと一回ジャンプしてもらっていいですか？はい、勝利さん。はい、本気ですよ。一人でなんかやる気違いますね。やっぱ弱い人って肩から入るんで。絶対ね、何も痛くも痒くもないです。よし、これはもう結果で示すしかないですね。最初はグーじゃんけんほい。先行でいいんですか？先行で。先行でいいですよ。こんなのはもうパンであげてもいいぐらいです。余裕ですか？余裕です。高校でありましたけど。はい、もう全然大丈夫ですね。大丈夫です。サラリーマンの底力を。はい、まずはこのダッシュ隠したいし、もはや隠れてないですけど、気持ちいい。このもいいです。こんなもんです。あ、スパイスだしってどういう風な商品か知ってます？ちょっとニンニク風味が効いたアウトドアで使えるだしです。もう散々キャンプに行ったので間違いないです。使い勝手はすごいいいですよ。この前雑炊をこれ作ったんですよ。めちゃくちゃうまかったです。本当にうまいです。珍しく商品のことちゃんと言えました。そう、言えた言えた。使った時好きなもんは喋れるんですね。そうそうそう。ニンニクチューブ家にあるんで3センチぐらい、はいはいはい、ちょっとください。これでコクが生まれます。でここがカツジっぽいんですけど、ナンプラー好きなんですよね、カツジさん。 This is ナンプラー。本当に臭いんですけどうまいんですよ。あの炒め物とかなんかちょっとこれ入れたら旨味が出るんで、だしとのもちろん合わせ技としてもすごい美味しいです。せっかく安丸だし入れてるのにそれで全部消えちゃうんだよね。そうですね。ナンプラーの人じゃないですか。そうです。ナンプラー屋さんじゃないです。ナンプラー屋ではないです。あの共存できる旨味。The what? キモい。このぐらい、大さじ2くらいかな。ちょっと今回は卵を使用します。おお。なんか昔、風邪になった時におふくろが溶き卵をベースにしたうどんとかを作ってくれてたんですよ。ああ、まああるあるですよね。そうそう、あれで好きでこういうのやってます。で、そこにこうおふくろとかネギを。はいはいはい。ここに入れるんですか？はい。最後ハムを混ぜます。あ、これハムはどうしてもちょっと肉のイノシン酸とかを入れたいんで。おお、そうですね。450から 500cc のお水で、はい、と隠し味があの多かったんで、そこはちょっと50多めにします。はい、待ってる間ちょっとトークでもやりましょうか。なんでこの対決になったかっていうのをちょっと今からあのマサルに説明してもらうんで、ちょっとどうぞ。なんか卑怯だね。そんななんか台本ないっすよ。いやいや、台本がないのが台本です。まあまあまあ、やっぱりね、安丸だしを宣伝しようとなってますので、最近ずっとね、勝地さんの自己満足動画、勝地チャンネルになってしまってたので、ということで、宣伝していこうということで、舵を切ったわけですね。そうですね。久しぶりに僕がちょっと出てきたというような。女子人気の高い、いやいやいや、マサルが出たわけですね。数字を持ってますからね。はい、いや、もう太りましたから、ね、またこの辺にね、以前のマサルを出しとってもらったら、はい、これですね。これですね。はい、豆みたいな。あ、倉庫を知ってる。中身の説明をマサルからしますので、まあ、こう開けてもらったら、商品の中身としてはこういう縮れ麺が入ってます。中にこのスープの粉末が入ってるんで、まあ、これをお湯に入れるだけで、はい、で組み合わせ的にはカツオ、イワシ、シイタケ、サバ、昆布入ってるので、もうほぼ安丸だしも入ってるという感じ。まあなんせ安丸だし監修で作ってるんで、はい、ご安心ください、はい、まあでもなんかこの瞬間が一番楽しみですよ。そうね、袋麺の楽しみっていうと、うん、卵はどれぐらいの入り物で。いや、もうあれですよ。いや、これマジで美味しそう、うん、これはもう勝てないと思います。あー、いいっすね。これはうまい。もう列にならないんですよ。でも賞状もらったことないでしょ。ない賞状。加熱するだけでいいです。あ、ちょっとね。たださっきのニンニクとか下に溜まってるんで、ちょっとこう混ぜてみる感じでいいと思います。あ、これめっちゃうまそうやん。あの崖の下のポニョやったっけ。
楽屋の下のところ楽屋に盛るんですか。はい、完成。はい、ミヤン、どうぞ。いただきます。はい、これマジでうまい。マジでうまい。おいしいです、本当に。いただきます。はい、うん、うわ、うまいな。飲んだ後の締めとか最高じゃないですか、これ。感想ですか。負ける気がしないですね。やってまいりました、僕の番が。はい、今回使うのは、食べやすまるの塩麺とネギ、ごま油、卵、梅干し一つと、かつお節とスパイスだし、スパイスだし、2、3振りぐらい入れておきます。うん、はい、で、これね、スープなんですけど、水に溶けるんですよ。お湯じゃなくても。お湯じゃなくて、ここにもう水入れとくんです。水です。450ぐらい。ちょっとじゃあ麺入れます。はい、はい、これ家でたまにやるの。これ結構やってますよ、最近。相当ラーメン好きなんですよ、僕。負けてない、湯切りをしないといけないんで、ちょっと麺の方締めてもらって。まあこんなもんでしょう。こう整えてね、ごま油を、おー、うん、入れます。ごま油は結構味濃いんで、はい、でも垂らしておきます。こう結構入れます。結構入れるね。結構入れてしまいました、ごめんなさい。あの、お好みで大丈夫です。はい、梅干しを潰してもらって、はい、梅干し、梅ペーストでも大丈夫です、ご家庭にあったら。はい、こうやって入れてもらって、まあ適当にポイポイと入れて、ここに鰹節ですね、鰹節を。で、これネギですね。ネギもこう周りに氷。あ、ここに氷なのよ。卵、生卵でいいです。君だけっすね。できました、マサル特製安丸冷やし用麺。お願いします。いただきます。すっごい爽やかなね、見た目ですよね。そうなんですよ、夏っていう。カズイさん、これからの季節のこと考えてないんですか。うまい、やった。でもこれはね、本当に夏最高。いや、ありですね、これ。君いいですか。はい、君大丈夫です。で、絡ましてもらって。これ本当、食欲がないときいくらでもいけます。いやー、もう最後なんですよ。うまいっす。よった、いただきます。やろう、マサルの塩麺です。はい、冷やし麺。はい、いただきます。おいしいです、ありがとうございます。さあ、いや、うまかったっすね、普通の。じゃあ、いよいよ結果発表で、はい、はい、新谷さんに話してもらいましょうか。どちらも美味しかったです。ありがとうございます。袋麺がここまでの味になるかな、感動しました。やった。判定は難しいんですけど、安丸のスパイス出汁を渡すことによって、どっちにしようかな、これを渡すのは。ただ後ろ一回向いてもらっていいですか。手を後ろに出してください。いいですか、渡しますよ。はい、じゃあ行きます。よっしゃこれやりました。本当に迷いました。全然詳しくないです。めちゃくちゃ攻めてるじゃないですか。全然詳しくないです。やりました。ポイントというか決め手ですか。はい、これはあの箸が止まらなかった。おお、っていうところですか。梅干しみたいな顔しやがって。あの、勝井さんでも本当に美味しかったですよ。いや、美味しいですよ。ただやっぱり濃い分、ある程度でもお腹いっぱいになるから。あー、満足。ちょっとここで告知なんですけど、安丸の塩麺2個とスパイスだしギフトセットも作ってるんで、こういったね、やっぱりあの袋麺とか男性の方好きだと思いますので、ご覧になった方でぜひあの塩麺と、スパイスだしのギフトセットぜひ買ってもらったらなと思います。お父さんありがとうっていうのしこのデザイン、そういったもう父の日らしいデザインで、はい、で父の日過ぎてしまっても、あ、お父さんに遅れてなかったなってなっても遅れます。はい、お父さん美味しい食事をプレゼントするのもありかな、ね、男性の皆さんも結構料理されるので、はい、聞いてます。聞いてるよ。ぜひあのギフトよろしくお願いします。その安丸の父の日ギフトは何日から何日まで販売されているものですか。はい、もう販売されてまして、はい、父の日っていつでしたっけ。6月17日です。17、これは本当ですか。本当ですか。仏滅って書いてある。それ、父の日、どこかに書いた。さすが。なんか16らしいんですけど。惜しいよ、惜しいよ。こちらの下の概要欄のリンクから買えるようにリンク貼っておきますので、じゃあインスタント麺どっちがうまくアレンジできるか対決、まあ、今回僕の勝利ということで、今後もいろんな安めだしを使った料理とか、会社のこととか
宣伝していきますので、何卒よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。